はいどうも皆さんこんにちは、岡ライダーです。今日はですね、KTM 福岡さんに向かっております。なんでかって、はい、まずその前に、僕が今乗ってるこのバイク、なんだと思いますか？いい音、スーパーデュークですね。僕の愛車です。ちょうど1年前の3月頃、入荷したてのこいつをですね、箱から開封させていただいて、やっと納車された僕の夢のバイクですね。お前ドカティ 748R どうなったんやっていうね、コメントと同じぐらい、スーパーデュークどうなったんすかみたいな感じでね、結構コメント欄にいただくんですけど、はい、すいません、最近全然乗れてませんでした。ちょうど1年前のね、こいつのね、開封動画、皆さん覚えていらっしゃいますか？急上昇ランキング8位まで来ましたからね。そんな華々しいデビューを飾ったこのスーパーデュークちゃんがですね、全然登場してねえと。すいません、ほんとスーパーデュークちゃん、ほら見て、オドメーターはまだ1359キロ。本当に大好きなんですよこのバイク。お前全然乗っとらんやないかいって言われたらそこまでなんですけど、もうすぐ開封して1年経ちますけど、今でもこいつに乗るたびに笑顔になりますね。合流します。もうパワーウェイトレーションの暴力ですね。とにかく軽くて過激、ちっちゃい困りきくハンドルも切れる、3拍子も4拍子も5拍子も揃った最強の V ツインネイキッドと言っちゃってもいいぐらいのスペックですね。 KTM 福岡さんに何をしに向かってるかっていうと、こいつを購入した時に注文していたパーツ類がですね、やっと届いたということで、装着しに今向かってるといった、そういった状況でございます。はい、 HEC 入ってたよかった。乗らなすぎてこいつに ETC がついてたかどうかもちょっと覚え出せなくなってきた。これからいっぱい乗ってあげるからね、ね、みたいなこと言ってたらついたぜ。 KTM 福岡さん久しぶり、こんにちは。というわけで久しぶりにやってまいりました、 KTM 福岡さんですね。こちらにいますのが僕のスーパーデュークですね。今乗ってきたバイクですね。おっと、ちょっと右になんかもう一台同じバイクがあると。はい、こちらも同じスーパーデュークちゃんですね。もう色も見た目も全く一緒、ただちょっと僕の方はですね、いろいろとカスタムしてるんで見た目が違います。パーツがやっと届いたということで、今から交換していただきます。ドライカーボンですか？よろしくお願いします。わかりました。はい、もう取れた、早い。やっぱゴミ溜まりますね。そのリアフェンダーはこんな感じでピョッと後ろに出てるんですけど、僕はちょっと短いリアフェンダーリスキットをつけていただきました。でそこにこのリゾマのアルミ削り出しの LED ビンカーを、めちゃめちゃちっちゃいですね、車検 OK のやつです。いやこれがですね、意外と面倒くさかったんですよね。そうですね、もう加工してつけていただいて、本当はですね、このリアフェンダーレスキット、ここにビスがあると思うんですけど、本当はこれがここにつけようとやったんですよ。ここにつけるととあるパーツがつかなくなっちゃうので、ちょっと後ろに延長してここにつけたんですけど、この黒いアルミのこのステーズ、なんとワームスで製作していただいたということで、こちらですね、皆さん覚えてますか、ビリーキッズのタックに作っていただいたワンオフのスリッポン装着。このスーパーデュークは納車の時に CR1 というあのバイクの全身ガラスコーティングをかけていただいたんですけど、今回のこのカーボンパーツも CR1 ガラスコーティングやっていただきました。ナイキブロスさん、ありがとうございます。これが一番でっかいパーツですね、今回は。おお、形はほぼ一緒ですね。穴を拡張する事案が発生。純正のオプションパーツといえど、穴の精度は真の純正品にはかなわないということですね。プラスチックに比べてちょっと硬いんで。あ、そっか。はい、とりあえず一回取り外して穴を拡張します。あ、そこの穴だったんですか。数ミリって感じですね。どうせなのでオイル交換もやっちゃいます。お、開いた。え、こんなところにドレンプラグあったんですか。うわ、汚れてないですね。量が多いんで。何リッターですか。3.6。さすが 1300cc。 オイルの状態はどうですか。うん、いい状態ですね。もう一回これ入れ直しますか。やめましょう。僕はですね、もったいないかもしれないですけど、2500から3000走るか半年経つと交換するようにしてます。まだ出ますか。特に汚れも溜まってないですね。まあ溜まってないですね。塗り方がいいんじゃないですか。これモトレックスの硬さはどれぐらいのやつですか。10-50になりますね。オイルの硬さとか関係なしに入れちゃって、あれなんか回転重くなったなみたいなのよくありますもん ね、 なので皆さん、オイル入れすぎたりとか、オイルの粘度っていうのは結構重要なんで、オイル交換は簡単そうな作業に見えますが、実は奥が深かったりするんですよ。でここ。はい、というわけでカーボンパーツの取り付けが完了いたしました。ついでにオイル交換もしてもらってバッチリ。ちょうど今ですね、店頭にですね、スーパーデュークが3台あったので、こうやって並べていただきました。あ、ちなみにですね、このオレンジ、
のこのモデルが2021年モデル、最新モデルですね。はい、そしてこちらがオカライダーのスーパーデュークちゃんだ。ノーマルと比較をしていってみましょう。まずフロントフェンダー、こんな感じですね。まあノーマルでも十二分にかっこいいですが、こいつがこうなりますね。うわー、かっこいい。タンクカバーはこんな感じのプラスチックのものがついてるんですけど、うん、硬いカチカチのドライカーボン製になりました。リアのこのチェーンのガードっていうんですかね、こことこのギアフェンダーがですね、はい、カーボンにあるとこんな感じですね。いや、かっこいい、かっこいいですね。カチカチ。はい、というわけで皆さん、あれから数ヶ月経ちました。もう季節もちょっと変わってきてね、だいぶ暑いんですけどね。なんでそんなに時間が経ってしまったのか。数ヶ月前こんな封筒が届きました。大変恐縮でございますが、お近くのディアにてリコール対策作業括弧無償を受けていただくようお願い申し上げます。リアエンド下部パネルにおいてハーネスの被膜が破れて短絡、最悪の場合火災に至る恐れがある。あの1ヶ月間ぐらいお預けしておりました。はい、リコール対策作業も終わって、まあ、完璧な状態になって帰ってきたこのスーパーリュークちゃんなんですけど、今回はカーボンパーツ以外にもいろいろ変わってるんですよね。はい、それでは皆様お待たせいたしました。僕のとっておきのカスタム、それはこいつだ。なんだにゃん、これはサイドパニアです。メーカー純正アプション。これをつけるのに相当苦労しました。はい、あの加工が必要だったんですよね。こうやってはめて、はい、こうやってはめ込んだから、あとはバチッと、ほらついた。ほら見てください、このシルエット。左右つけたらもっとずんぐりするんですけどね。ほら、ほら、しかも見てください、ほら、ほら、これウィンカーにギリギリ当たってないこの感じ、素晴らしいでしょう。結構容量があるんですよね。で、ここに GoPro の電池入れてますけどね。はい、いや、これツーリングはかどりますよね。チタンのタックのマフラーに、カーボンの3点セットに、オプションのスタイルパーニア。やっと俺のスーパーリュックが完成したって感じですね。はい、タックの音、雑にアクセルを開けようもんならね、振り落とされちゃいそうになりますね、これ。うわ、楽しいなぁ。400cc の車格に、化け物の V ツインエンジンをここに乗せちゃったっていう感じですよ。1300cc の。もうやばいでしょう。よし、曲がるぞ。んーって、このね、意識せずともね、スッと出ていくんですよ。スッと。まあ、コーナリングが気持ちいい。全然怖くない。KTM のバイク全般に言えることなんですけど、あの結構過激なんですよね。僕みたいな過激な乗り味が大好きなライダーにとっては、これ以上のバイクねえんじゃねえかってくらいですよ。 AD2 レースの KTM が誇るフラッグシップモデルですから、もうリッター SS、 もうあれに負けないぐらいのスペックを持っておきながらですよ、純正オプション品でこのサイドパニアがついてたりとか、クルーズコントロールがついてたりですね、こいつほどね、オールラウンダーなね、超ハイスペックバイクはないんじゃないかって僕勝手に思ってます。こいつのね、悪いところをね、あえてあげるとするならばね、やっぱね、高い。まあでもそれ以上の価値は僕あると思って、こいつを購入してます。というわけでオカライダーでした。バイバイ。